国鉄多2100経過車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、石油類専用の30トン石炭車として1951年12月26日から1971年12月8日に、かけて682両が、飯野重工業。 川崎車両、富士重工業、日立製作所、新潟鉄工所、帝国車両工業、汽車製造、東急車両製造、三菱重工業の旧車にて製作された。このうち滝22,300滝22,332は滝3,000型からの専用種別変更改造編入車である。本形式の他に、石油類を専用種別とする貨車はた6系。 多社 1K、多機 1500K、多機9 8 0 0系、多機 45000K 当日に33形式が存在した。1979年10月より化成品、分類番号、年31が表記された。落成時の所有者は、ゼネラル物産、イデミツコウさん日本石油、三菱石油、日本石油運送、日本漁毛船具、シェル石油、歴世高油。 丸全海運、昭和石油、アジア石油、日本陸運産業の12社であった。タンク帯は普通構成で、車端部のタンク鏡板には点検用ハッチと、二役のための加熱管を装備しているを装備した。二役方式は、タンク上部のマンホールまたは、液出入管からの上入れ、液出管と空気管使用による下出し方式である。その後本形式より、 多数の車が、種車となり、多形式へ改造された。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 12400mm、全幅は 2518mm、全高は 3826mm、軸距は 7900mm、G 用席は三点七立方メートルマイナス七点五立方メートル、自長は一点五トンから八点八トン。 換算量数は、赤車4.5、空車2.0であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には143両の車席が JR 貨物に継承された。1995年度末時点では一両が現存していたが、最後まで在籍した一両が2002年3月に廃車となり、 同時に形式消滅となった。ありがとうございます。